者には死。バンデラル、バンデラル、バンデラル、バンデラル。百の屍のバンデラ。ここで唯一百戦不敗を達した豪傑だ。百の屍を築いたその剣を下した者は未だない。奴は強い。光殿、あれがこの狂楽の地の本性だ。すねに傷持つ手合が集められ、死ぬまで戦わせられる試合だよ。各地から富豪が隠れ集い、莫大な金が動くのさ。そして試合へ出るには闘技場での実績がいる。あそこで勝てばよいのか。いかに。腰は引けていないようだな。準備ができたなら参ろうか、光殿。また出やがった。最国の剣士だぜ。身の程を教えてやれ。その剣抜いたのなら覚悟はあるな。なめるなよ、最国の猿め。はい、やってやろうぜ。面倒だ、まとめて相手をしてやる。押し通る。
ここからだ。こちらの番だな。サンダレギリ見えたぞ。ここからだ。殿のために。会心の槍。こちらの番だな。今だ。行くぞ。会心の槍。よし。いざ。せい。こちらとも力は熱弾。苦国の誇りとともに。まだまだだな。やっぱ強いぞあの剣士。奴の試合を見せろ。お見事だ、光殿。納得いかん。相手は手負いだった。だが、これで試合への出場権を得た。次からが真の戦いだ。念入りに準備されよ。命を落とさぬようにな。さっきの試合、あのざまは何だ。ボルノ様、我らはもう限界です。どうか自由を。故郷には家族が。バンデラ、敗者には死。貴様らが買われたのは、その命でわしを儲けさせるためだ。血肉を晒し、客を楽しませろ。西国から客人が来ているぞ。誰が迎えてやる？あんな強えやつ無理だ。使えないゴミどもめ。そうとなればお前の出番だ。串刺しのゼトよ。その爪でできるだけ客に血を見せて殺せ。お任せを、興行主様。妙な気を起こすな。バンデラムが見張っているぞ。耐えるのだ、兄弟たちよ。戦うしかない。ここで生きるには。